あれ、まだできてないわね。一体いつになったらできるのかしら。第59代目セバール、シャドウスキルのエレラグ様の彫像。早くお目文字したいのに。1ヶ月 ?1 ヶ月もこんなことしてなきゃいけねえのかよ。歴代セバールの彫像を掘るのはクルダ2000年の習わし。本来なら闘技祭までには終わらせなければならないのに、あなたお逃げなさる。こんなことはクルダ2000年の歴史で始まって以来のことですぞ。おっちゃん、3日ぐらいで終わんねえかな。無茶言っちゃいけません。じゃあ1週間。それどころか、今度は視点3周の儀でジュリアネスへお出かけになる。1ヶ月で終われば同じですよ。そうだった、行かなきゃ何年だ。クルダより北へ馬で3日の行程の地、聖都ジュリアネス。アシュリアーナの要にして最大の都市であるカノチは、4つの王都により守護されている。四王都とはすなわち、東のキシュラナ、西のフェルシア、南のクルダ、そして北のリキトアである。高き誇りを持って自らを最強と自負するこれら王都のバールたちは、その誇りゆえに、また世界秩序の維持のために、互いに相争うことを厳重に戒められている。これすなわち視点滅殺の掟である。やれやれ、彫刻屋の親父から逃げ出せたはいいけど、こっちはこっちでめんどくせえな。アシュリアーナの平和のための式典なんだ、仕方ないよ。そうだ、近々彼の地にて四王とよりおのおの格闘の奥義を極めた者たちが参大し、視点三周の儀が執り行われ、第59代セバール、シャドウスキルのエレラグよ、視点の一人としてクルダを代表しジュリアネスに参大せよ。あたいが。よいか、視点が一旦ことを構えれば、そのいさかいは必ずやアシュリアーナ全域に広がる。三州の儀はそのような事態を避けるために、互いによしみを深め、不戦の誓いを確認し合う。極めて重要な式典だ、ときたまんだ。それならケラーの100人や200人つけて講師にでも乗っけてくれよ。しかもその上、責務を終えてクルダに戻るまでの間、一切の争い事はだらん。このこと肝に銘じよ。あれじゃ、まるであたいが年がら年中暴れ回ってるみたいな言い方じゃねえか。違うとでも思ってんの？なんだって？エレネー、すごいよ。何が？自覚症状ゼロ。何の？ほら、早く早く、ぐずぐずしない。待って、重い。弱音吐くなら置いてくわよ、一刻を争うんだから。今更重い、なんて無茶なこと。お目付けもつけずによりによってエレ一人で行かせるなんて。ガウ君も一緒ですよ、心配しすぎなんじゃないですか。ガウがお目付け役になれると思う？あそこはね、
とってもお上品な土地柄なの。エレなんか水が合うわけないんだから。あれは孫うことなき我が太陽。何度も言うようだけど、あそこはとってもお上品な土地柄なの。エレなんか絶対水が合わないのよ。だったらどうなるんです？筋肉爆弾炸裂よ。絶対騒ぎを起こして大暴れするに決まってるわ。そんなことになったらジュリアネスはこのアシュリアーナから消滅しちゃうわよ。本当に？何しろあそこはお上品が服着て歩いてるようなところなんだから。どうしてそこばかり強調するんですか？私あそこの出身なの。はあ。いずこへ。食事は大食堂があるからそっちでね。はい。で宿賃は？生産は明日出発前に頼むや。はい、わかりました。エレネ行くよ。どうしたの？いや、なんでもない。どうしたの、さっきから。いや、ちょっとな。途中で寄り道しよっかななんてね。ダメだよ、そんなの。遊びじゃないんだからね。見失ったか。さすが我が愛しき太陽。たおやかな目鹿のごとき瞬足。もうダメです。アシュリアーナの危機という時に何を言ってるの？このまま直進すればジュリアネス。四天三種の木が近々あると聞くが、ギオ殿がなぜ観光か。寄り道はまずいよ。ただの観光じゃないんだから。待ってるよ。やっぱやめっか。リキトアのカイラル・ルカって言えば視点の一人だろ。そう。でもその噂してるのはカイラル・ルカだけじゃないらしいぜ。キシュラナのサイオーとか、ヘルシアのギアンティースとか、まあいろいろとな。うん。でそいつら本当にそんなこと言ってたのかよ。おお、クルダの今度のセバールはヘみたいなやつだってよ。おまけに大きな声じゃ言えねえが、ちょっとここが、イバストラ王にも言われたはずだよ。喧嘩は絶対いけないって。うるせえ、こいつがあたいのこと。お客さん、暴れるんなら出てってもらいますよ。まだ暴れちゃいねえよ。他のお客さんに迷惑だからね。頼みますよ。これでやつも明日の午後には。ちくしょう、何がしてんだ。リキトアのカイラルなんとかもフェルシアの野郎もみんなまとめてぶっ飛ばしてやる。やっぱ寄ってこっかな。くそ。やわなやでやだぜ。手抜き工事じゃねえのか。ジウマが出たのか。いや、これはただごとではない。いかん、我が麗しのひまわり娘に危機が。乙女よ。ジュリアネスに行くならこの辺で一泊してるはずなんだけど。ん？宿ってもしかしてクマでも出たんでしょうか。出たのはエレよ。